この状態からせーの、なんかこういう自分で作った設定をこうやって話すのめっちゃ楽しいですね。皆さんこんにちは、ヒロゲーです。はい、今回の動画は僕がレゴで作った変形合体ロボの動画になります。今までは声出さなかったんですけど、やっぱ声出した方が分かりやすいかなということで、今回から声を出していきます。ちなみにそもそもなんでこんな動画にしたかというと、今ツイッターでエル会といってレゴを使用した遊びを広めるコミュニティの二人デモス祭といって、忍者と侍を題材にした作品を作って投稿するイベントが行われていて、僕も参加して作品を組み立てました。ちなみに二人デモス祭の前のデルル杯で僕が作った戦隊ヒーローの車が入賞いたしました。まさか入賞するとは思ってなかったので、めちゃくちゃ嬉しかったです。というわけで今回の動画は僕がニンニンデモス祭で組み立てた変形合体ロボを紹介します。今回のニンニンデモス祭のテーマは忍者と侍です。というわけで今回僕は忍者と侍の変形合体ロボを作りました。ぶっちゃけで話を言うと、当初はルパンレンジャー対パトレンジャーのルパンカイザーとパトカイザーみたいなロボ作りたかったんですけど、ちょっと僕の中でなんか違うなということで、今回がっつり路線変更してそれぞれのロボにしました。なんか作品の裏話するのは結構いいな左側が忍者のロボで、右側が侍のロボです。実は僕の家のミニフィグに侍のミニフィグがなかったので、それっぽいもので代用してます。実を言うと忍者のミニフィグも本当は黒色にしたかったんですけど、まあ家になかったということで黒色なんですけど黒多めにしてます。ということで今回の動画は左側の忍者のロボについて紹介説明したいと思います。はい、まずこちらが忍者のロボに合体する5台のメカです。ちなみに忍者のロボはジェット機で、侍のロボは生物がモチーフとなってます。では各マシンそれぞれ紹介していきたいと思います。まずこちらが1号メカのホムラです。全体はこんな感じです。ロボに合体した時には頭部と胸部になります。そしてこの1号メカのホムラはミニフィグを乗せることができます。ちなみに各マシンは黒色と灰色をベースにして、それぞれのマシンのカラーを入れてます。例えば今回のホブラの場合は赤色です。続いてはこちらの2号メカ、名前はイカズチです。全体はこんな感じです。ロボに合体した時には胴体になります。そしてこの翼はロボに合体した時には背中のウィングになるんですけど、武器にもなります。はい、そしてこちらが3号メカのつむじです。全体はこのようになってます。ロボに合体した時には足になります。はい、こちらが4号メカの刃です。全体はこんな感じです。ロボに合体した時には左腕になります。このウィングはロボに合体した時の武器になります。はい、最後5号メカ、フーマです。全体はこんな感じです。ロボに合体した時には右腕になります。そしてこのプロペラはロボに合体した時の巨大手裏剣になります。プロペラも手裏剣をイメージとして結構凶暴なデザインにしてます。ちなみにこのプロペラは、ちなみにこのプロペラは回転します。今回の忍者のロボなんですけど、勘のいい人だったら、あれこれってあれ似てるんじゃねって思う方いると思うんですけど、実はこの忍者のロボなんですけど、光戦隊マスクマンのグレート5に、まあ、ほぼ近いようなデザインになってます。なんで1号メカと4号メカと5号メカはがっつりそのまんまですね。完全に丸パクリというわけじゃないんですけど、合体方式はグレート5に似てはいます。はい、それではこの5台のメカが合体して、忍者のロボ、忍者カイザーに合体します。では合体させます。まだ3号メカのつむじから変形させます。このウィングを畳んで、これを真っ二つに割る。これで合体準備の完了です。続いては2号メカのイカズチです。まずこのウィングを外して、背中に合体させます。はい、これで合体準備の完了です。続いては4号メカと5号メカを変形させます。まずは4号メカから、このウィングを上に起こして、後ろのウィングをまっすぐにします。そしてここがヒンジになってますので、これを下に倒します。はい、これで合体準備の完了です。では続いては5号メカを変形させます。今回このプロペラが当たっちゃうので、先に倒してウィングを上に倒します。はい、これで合体準備の完了です。はい、では最後1号メカです。まずこの後ろのウィングを上へ持ってきます。
はい、これで合体準備の完了です。ではここから合体させます。今回の変形合体なんですけど、隠しギミックがあるのでこれもついでに紹介します。まず2号メカと3号メカを合体させます。あ、ごめんなさい、パーツ取れてましたこの穴に5号メカを合体させます。ちなみに穴はどうなってるのかというと、ちょっと分かりづらいと思うんですけど、中に黒い十字ピンがあって、5号メカと4号メカにも同じ十字ピンがあります。これを差し込みます。そして反対側も差し込みます。これが結構綺麗にはまります。ここから隠しギミック見せます。この状態から、せーの、はい、真っ二つに割れます。で、この真っ二つに割れた状態でこちらのミニフィグを乗せます。ちなみに乗せ方なんですけど、もうほんと入れるだけです。あー、ちょっと倒れそう。こんな感じに乗せて、でもう一回合体させます。はい、これでミニフィグが登場しました。では最後の1号メカを合体させます。合体のジョイントはここです。ここに1号メカをセットします。そしてこのまま指を離します。はい、完成。これが忍者のロボ、忍者カイザーです。はい、全体はこのようになってます。全体的なカラーは黒色と灰色を基調にしてます。そしてそれぞれのメカのカラーがあります。はい、ではアップで見るとこんな感じです。頭部は忍者に寄せたつもりなんですけど、忍者じゃないような、どうだろう胴体はこのようになってます。足はこのようになってます。足に関しては正面から見ると至って普通なんですけど、横から見るとジェットノズルがついてます。これパッと見た時に、これ空飛べるんじゃないかって思うかもしれないですけど、僕の設定ではこのロボは空中戦を最も得意としたロボになってます。では続いては可動範囲について説明します。このロボなんですけど、あんまり動きません。まず腕がこのようにクリックで動きます。ただ目いっぱい動かそうとすると肩に当たっちゃうので、事実上まあ、ここまでですね。一応後ろにも動かせれるんですけど、羽パーツに当たっちゃうのでここまでです。ただ羽パーツは取り外しちゃえば後ろにも動かせることができます。そして右腕のプロペラはこのように回転します。左腕のこの武器なんですけど、これ自体が取れて、ここに合体することで、はい、こんな感じで攻撃ポーズを取らせることもできます。さらにこのウィングはこのように動かして巨大な弓モードにすることもできます。後ろの羽と合体させて、このように巨大な武器にすることができて、取り付けることもできます。で、さらに後ろのウィングはこのように区内として持たせることができます。あ、そうそう、言い忘れてたんですけど、こちらの忍者カイザーなんですけど、拳がありません。手裏剣やカッターウィングや背中の羽を武器にして戦います。なんかこういう自分で作った設定をこうやって話すのめっちゃ楽しいですね。で、さらに言うと、実はこのロボの必殺技も作ってます。両腕をこのように目いっぱい上げて、この肩パーツを一番下まで下げて、時計回りに回転して、この手裏剣を相手めがけてぶん投げて、そしてここで一回止まって、今度は反時計回りに回転して、この左腕のカッターウィングで敵を切り裂く必殺技です。で、この状態になって手裏剣が戻ってきて、両腕を下ろして終わるというこれ完全に激レンジャーの大ガンガンガンみたいな感じの必殺技です。では最後大きさ比較いきます。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。おおよそミニフィグ、そうですね、7、8体分はあります。次にレゴマリオと並べるとこんな感じです。なんかレゴマリオ並べちゃうと、これがマリオのボスキャラみたいな感じになっちゃう。ちょうど色も黒色なので、マリオの敵ロボみたいないや、マリオの世界にこういったロボないですよねはい、というわけで今回はニンニンデモスターに投稿した忍者と侍のロボの、忍者のロボ、忍者カイザーの変形合体について紹介しました。僕はこういった変形合体ロボがすごい好きなので、もし今後こういうイベントがあったら積極的に参加したいです。で、今回の忍者カイザーなんですけど、まあほぼグレート5に寄せたと言ってもまあいいかなって思います。では次の動画では、はい、こちら侍のロボについて紹介したいと思います。あ、そうそう、言い忘れてたんですけど、お約束のあれもありますので、まあぜひ楽しみにしていてください。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。
はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。